どうも、淡路のキノコ屋です。出勤から195日目。では、引き続き、昨日重さを測っていきます。残りあと2本で、今日はミジュ君のターンです。これも何回も言ってることですが、ミジュ君は100日記念に浸水した木です。今回も 50g 以内に抑えたいところですね。直感でいくと 720g と予想しておきます。ポチッとな。では、いきます。894 予想との誤差は 174g ですね。 50g とは一体何だったのか。時間を巻き戻したい。今日は念が残りそうな一日になりそうです。明日はお察しの通り普通の木を測っていきます。シータキャラ図鑑は現在16キャラ。各キャラの説明は SNS に載せてるので、下の説明欄から見てみてください。はい、浸水日まで14日。見るしいたけのビデオログが参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。ではまた。